サタン鈴木の神話国家なり。てめえ、はい、てめえベダー、てめえ、はい、ウーメンと何ウーメンとよろしくやって、神話国家なり、また何週空いたか、何週空いちまったんだい。もう忘れてたよ俺は。もう神話国家なりなんてもうやるもんじゃねえなと俺も思ってたんだけど、うん、やっぱり待ってるくれてる人もいるもんだよ。本当に。というわけで今週も始まる珍妙なこの番組、神話国家なりです。はい、お相手は私、あなたのお耳のブラックジャック、サタン鈴木と、なんだっけな、あなたのパスローブ、インベーダーの村です。違うだろう。なんだっけ俺忘れちゃった。ああ、もうその程度ってことだよな。視聴者の皆さんもがっかりしただろう。がっかりしたよね。もうそんなことまで忘れちゃったな。うん、忘れちゃったな。まあいいよ、もうウーメンに骨抜きにされてろ。そんなウーメンに骨抜きにされて頼りないベーダー教と二人きりで久々の珍話国家なりをやるのはとても心もとないので、今日はなんとスペシャルゲストを呼んでおります。嘘、本当、マジ本当、誰、そうし、誰誰。じゃあまずね、アメーバ伊沢さん、かっこ入場ギタリストですね、アメーバ伊沢さん。はい、どうも、アメーバ伊沢です。なんと珍話国家なりが休みすぎてしまってね、はい、俺とベータ教二人で心もつないってアメーバさんに相談したら、アメーバさん来てくれたよね。ありがとう、はい、うん、来たよ、ハンサムだもの。ハンサム、ありがとう、ハムサムだね、ハムサムにだってか。あのアメーバ伊沢さんとモーリーは過去に第21校あたりの時に一回来てくれてるんだね、はい、そうね、車の中で、ね、そう、ツアーの移動の時にね、覚えてる、覚えてる覚えてる、うん、どうだったあの時の手応えは。朝マック山荘事件ね。あ、そう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 、手応えどうだった。なかなか面白くできたけど、まあ結局俺が悪いよね、やっぱり改めて聞くと。なんで黙っちゃう。ファンの方にもあれ好評だったらしいですよ。あ、マジ、うん、あ、そうなんだ、うん、何回も聞いてくれた。ところでアメーバ伊沢さんは、うん、この俺たちは散々休んでしまった珍話国家なりで、はいはい、心もとないからということで、アメーバ伊沢さんこうして今こうして呼んでるんだけど、はいはい、自分一人でその心もとなさが消えると思ってる。いや、思わない。それは僕なんて思わない。だって珍話国家じゃないから。あ、そう、うん、あ、そう、うん、思わない。思わないよ。そう、俺もちょっとね、うん、アメーバさんならある程度ポテンシャルは秘めてるんだけど、ファンからも割と人気あるしさ、いけるかなと思ったんだけど、はい、いやいや、でも半分ベーダー教だしな、どうしようかな、似てるね、ちょっと怖いなと思ってね。どういうことよ。もう一人いるのよ。うそ、ゲストが、マジっすか、 GUEST がもう一人、わかる、ゲスト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 、びっくり、ゲストをちょっとベーダー教じゃ必殺技っぽくゲストって感じで呼んで、その後俺がかっこよく名前呼ぶからよ。いい、いいよ、必殺技っぽく頼むぜ。 Come on to the grass。 なんだそれ。どういうこと。必殺技っぽくって分かったんかと思った俺。ロックスターみたいな。俺は全然何言ってか分かんなかったけど。まあ例えばあのどういうこと、チェストみたいな感じでチェストって言うじゃん。それをゲストでよ、ゲストみたいな。あ、分かった。じゃあもう一回やってみようか。じゃあ伊沢さん、ちょっとじゃあお願いします。俺だったら。え、ゲスト紹介するぜ、今夜のゲストもう一人目、ヒロミパトラー。こんばんは。あなたの心のご飯ですよになりたい、ヒロミパトラです。うわ、アヌビース。アヌビース。来ちゃった。おっとおっと、視聴者の男性諸君の股間がもう待ちきれてないぜ。アヌビース、アヌビース、アヌビース、おしりーす。クリス・ペブラーみたいになって。ほんとさ、かっこいいね。いや、言うてますけども、うん、誰それ。社長、うちの。ちょっと恥ずかしいこと、恥ずかしくない、今のちょっと。まあ恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいよ。聞き直したらもっと恥ずかしいよね。これなんか声ちゃんと入ってるのか不安だね。そうだね。ということでね、はい、今週の珍話国家なりは、はい、ヒロミパトラさんが、うん、はい、来ました。アメーバ伊沢さんが、はいはい、来てくれて、うん、4人で久々の珍話国家なりを大フィーバーした、もうスーパー特大号ということで、うん、みんな待たせてごめんね、スペシャル、すごい、うん、もう全員、あ、森田がいねえや、森屋さん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 、
あの森田は、この時期的なものがまあどうなってるのか分かんねえけど、まあ、とりあえず森田がいねえやっていうことで、今週は、アメちゃん、ちょっとだけ、今週だけごめんな。うん、今週は、アメちゃん特集じゃないんだ。あ、そうなの？おっと、何ですか、総帥。今週は、はい、ヒーローミーパートナー特集ヒーローミーパートナーアメでーす。ということで、ということだよ。そういうことだよ。はいはい、視聴者の男性諸君が、もう絶対気になってるであろう、ヒロミパトラの生態系、はい、性癖。体系は、人間だからな。哺乳類？霊長類？まあそんなことも含めて、今日すべて赤裸々にすべて語られる、はい、ヒロミパトラのすべてを明かされてしまうラジオにしちゃおうかな、はい。まあ、我々もそんなにね、そうまだ。そうだね、知らないからね、そのメンバーになってまだ日は浅いからね、うん、そんなに我々も知らないから、ヒロミパトラさんの、うん、だってこういう性癖が好きとか知らないでしょ。知らないね。知らない、知らない、だけは知らない。知ってたら怖いわ。いいだろう、逆に知ってても、逆に知ってたら怖いわ、ね、知ってるかもしれないしね。世間の男性諸君が気になっているヒロミパトラの全てを今日はね、はい、暴いていこうじゃないか、はい、あらら、お願いします。もう全部聞いちゃうわよ。リアルタイムでみんな質問のメール送ってくれて結構なんだぜ。リアルタイム見れないでしょ。まあ全く送られないかな、まあ、配信でも何でもないから、うん、無駄なんだけどな。無駄だね。ということで、じゃあヒロミパトラさん、軽くじゃあ自己紹介からお願いしていいですかね。はい、ヘルダンプに新しく加入しましたベース、超古代ラブマシーン、ヒロミパトラです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ結局前任のインベーダー、すでに辞めたインベーダー野村っていう、はい、まあベーダー教のことだね、うん、ベースをやってたわけだけど、それのインベーダー野村が辞めて、うん、新しくヘルダンプに入るっていうことになったらヒロミパトラちゃんなんだけど、うん、そこに対して元、やっぱり元々やってたのがインベーダー野村だったからさ、そこに対して気負いはあったりしたのかな、ちょっとインベーダーの後はちょっとやりづらいなとかさ、そういうのはあったりしたのかな。え、でもどっちにしてもあったよ、それは。あ、インベーダーじゃなくても。うん。でもインベーダーへの気負いは？ベダちゃんに対しての気負いに関しては、うん、ベダちゃんの方が圧倒的にヘルダンプのメンバーと仲がいい。いや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 。そんなことないですって。ベダ今日は俺とは仲良かったけどね、伊沢さんとかだって嫌いだったわけだから。嫌いじゃないよ。ベダ今日のことは。意向は残ってるけど。伊沢さんはそうでも伊沢さんフラットだから。あ、そうなんだ。ベダ今日嫌いだったのはモーリーだ。違うよ。嫌いよ。もう誰かしら嫌いにさせたいんですよ。まあそうそう、必要だよね。必要。嫌いじゃないよ。仲いい方がバンド活動の何の話してたか分かんないけど、うん、で気負いはな、あんま、でもなんか入るの不安だった、怖かった、ちょっと。それはどういった部分が、なんかヘルダンパーの人たちがさ、うん、どんな反応するか分かんなかったじゃん、正直ね。そうだよね、女性だし、ね、そうだし、それこそなんか、メンズの中に女入っちゃやだみたいな、ヘルダンパーの人ももしかしたらいると思うの、言ってないだけだな。まあちょっとアイドル的な売り方してた我々もそこは良くなかったね、うん、いやもうこれからもアイドル的な売り方はしてほしいのよ。私としてはね。そうだね、そうアイドルになりたいからね、うん、もうヘビーメタル界の男組みたいなとこあったからね。うん、かっこつけてあったからね。そうだね、まあそういう気負いがあったわけだ。まああった、それは知らなかったな。うん、それはあった、ね、まあね、何月だっけ、10月ぐらいだっけ、10月だね、あれ10月ぐらいだね、ベーダー教にスタジオで、スタジオ練習終わって片付けしてる時に、お前やる気あんのかよって、バンドやる気あんのかよって言ったら、本当は実はやめたいんだよねみたいな、そうそう、それがきっかけでね、それがお前やる気あんのかみたいな、ちょっと責めてしまったら、本当はやる気なかったっていう、やめたいの、そうそう、発覚しちゃって、でものの1時間かからなかったの、その後30分ぐらいでもうベーダー教の脱退が決まり、まあもう結構意思は固かったからね、その言い出すのにちょっと躊躇してたというか、うん、いいパスをしたから、あ、俺がね、逆にやめんのみたいな言ったから、すごい言いやすい状況を作っちゃった。やめられるならやめたいって聞いてくれたから、そこまで聞いた、やめたいって言えたんだ、聞き方がね、言い出すタイミングを選って、ユーダスプリス、あ、言おうと思ってたんだよそれ今。頼むよ。ほら頼むよって。この頼むよが好きなの。これかこれか。なるほど。っていうベーダー教が辞めてしまって、もう辞めてしまった男の話がどうやってんだよ。そうだよ。ボケ。辞めた経緯が、ね、求めてない。でも、うん、その時に辞める話が来たじゃん。うん、でその時に辞めますってなった時に、
総帥からも連絡が来たし、ベダちゃんからも連絡が来たの。多分ね、ベダちゃんから言ったのが俺より先だったんですよ。え、なんで？ベダちゃんは勝手に確かメールしてたんだよ、なんでヒロミちゃんにメールしたの？やめますって。いや俺だからお世話になったからさ。そうそうそう、なんかでそれが来てて、 でその後多分ライブが一本決まってるのがあったから、私はベタちゃんを見たかったし、ベタちゃんファイナルね。そう、ベタちゃんファイナル。でもみんなそのヘルダンパーの人たちにはまだ言ってないから知らないじゃん、だからせめてそのやめるって分かってる人が一人でもいる状態でベタちゃんを送り出したいと思ったから行きたかったの。ありがとう。そう、本当にそれはあったの。まあ、もう一人知ってる人いたけどな。あ、そっか、インベーダーのウーメン。あ、そうか、当時からもうウーメンやつ、もう見てたから、やめるつもりで見てたから。あ、そうかそうかそうか。だからだけどもちゃんとその、ね、そうやって指定を見たかったもんね、だしやっぱりさ、それは見たかったから最後見たけどさ、まあ、結局そのインベーダーファイナルが西川口ハーツで やったわけだよ、それを事前に西川口ハーツでライブやる前、ちょい前ぐらいに、俺はパトラヒロミさんに、ちょっと話があるんですけど、あ、そうだそうだ、西川口ハーツの後、パトラヒロミさんはその西川口周辺に暮らしてたから当時、ということで西川口来てもらって話がありますっていうふうには伝えておいたから、そういうのもあって来てくれたわけですよ。はい、来ましたね。思い出の場所だよ、もう西川口。その時話したんだもんね。そう、もうよかったらお願いできないかって。でももうなんかだいぶ気負っていったあの日だから、何話されるのか大体想像はするじゃん。ベーダーが辞めることは知ってるわけだもんね。そう、で話があるっつったら、だからその一番重くなるのでメンバー、で軽かったとしてサポートとしてしばらくやってくれっていうのもありえるなと思って、どっちなんだろうって思いながら行ったのは覚えてる。じゃあ、ある程度想定ない、想定内ではあった話は。なるほど、で誰が言ったんだっけ、一緒にやろうよって。飲み屋だな、西川口の、そうだね、なぜ我々はヒロミパトラさんに行ったんだっていうのは、やっぱりあのパイゾー大塚が辞めてね、インベーダー野村になったでしょ、それ一番何が違ったと思うよ。絵面だよね。あ、まあそれはそうだけど、やっぱビューティフォーなパイゾンさんの後にさ、ノットビューティフォーな、ノットビューティフォー、まあそんなちょっと高みな、高み、ちょっと高みっぽいって伊沢さんツイートしてた。あ、そうだね、高みっぽい口の大きさとかね、口の大きさ、大きさ、あ、そういうことなの。まあまあベーダー教に入ってやっぱり、やっぱキャラがな、ベーダー教はキャラはあったんだけど、ポンコツっていうキャラがあったんだけどな、その実際本当にポンコツで、なんか本当にそのポンコツ的能力を発揮しすぎていなくなっちゃったっていうな、本当にポンコツだった。本当にそうプライベートポンコツだったということで。もうそれ褒めてねえからな。でもやっぱベーダー教の方がバンドとしてはやっぱりまとまりがさ、人間として、人間としてバンドとして、バンドとしてその、あ、見た目、見た目もさ、あ、まあパイソンさんは一人だけメイクが違ったからな、そうそう、結構我が道を行くタイプじゃん、確かに。だから最初からもう何年もあのパイソンさんだけ一人だけ違うメイクでやってきてしまったから、俺たちも気がつかなかったんだよね、一人だけメイクが違うことに対して、何の違和感もなく、違和感あったな、やっぱり。あったけど、そんなにね、言ってもパイソンさんやってくれなかったから、だから本人のやりたいことを尊重してやってもらって、いざパイソンさんがいなくなってベーダー教になって同じようなメイクをして立ってみたらかっこよかったんだね。そうだね、統一感が出てね。でもすぐいなくなっちゃった。まあそれはそうなんだけど、どうなのベーダー教その辺は。え、何が。いや申し訳なくは思うけど、4等分、いや、そう、やめたことはもうどうだっていいんだよ。もうそんなこと今更つらつら言ってもね、その4等分になった、まあ特に聞きたいこともないんだけど、たまには喋ったらどうかな。なんなんそれ、大きなお世話だよそれ。そうだね、ということでベーダー教やめちゃった後に、はい、やっぱ花が欲しいなっていう、だから次のメンバーどうすると、やっぱ上手いやつとやりたいねっていう、まあ花がある上でモーリーと伊沢さんと3人で、花があり上手いやつが上手くてキャラが立つ人がいいねっていう、そりゃそう、そうすると今まで盲点だったんだよね。盲点、盲点なんですか。もうウーメンとはバンドやらないみたいにちょっとさ、固くなりになってるわけじゃないけどさ、ヘルダンプは男のバンドだからみたいな、まあ、イメージ的にもね、ダンプだしね、そういう部分あったよ、だから盲点だったんだよ、身近に いたんだよな。確かにね。もうキャラ立ち100点、あとなんだっけ、ベーステクニック、ベーステクニック100点、
あと人間性もさ、人間性も、うん、まあまだ見えてない部分あるかもしれないから75点、うんうん、はい、何とかね、うん、サポートですげえかもしんねえよ、もう本当は一緒にツアーとか回りだして、もうしかしたら人間性すごい部分見えていくかもしれないから、すごい部分見えるか、すげえめんどくさい、伊沢さん殺されるかもしれないから、ね、分かんないよねまだね、分かんない、ツアー先の夜とか、まあでもさ、今までビデオボックスとか泊まってただけじゃん、うん、やっぱ女の子だから、うん、今後はさホテルとか、いやでも別にウーメンビデオボックス入れないんですよ、そう入れない、ビデオボックス入れないじゃん、でも満喫だったら入れるから、あ、満喫で満喫できちゃうタイプ、全然大丈夫、寝れるならね、でもビジネスホテルを味わっちゃったもんで我々、まあそうだね、もう戻れないよ、ビジネスホテル、でもビジネスホテルだったらさ、うん、なんでもない、あー何だってできるよ、何でもない、何でもない、シャンプーね、シャンプー、シャンプー、シャンプー、DHC のシャンプー使えるから、ほらそう、ビジネスホテルだと一つ屋根の下にみんな寝るわけだからさ、うん、最悪気に入らないやつ殺しに行けるよね、まあそうだね、夜どういうことよ、夜殺しに行けるそんなこと考えてたの、そう、次ツアーで終わって次の日もツアーあるとすんじゃん、うん、で翌日集合時間に一人現れない、うん、でホテルの人に鍵開けて持ったら死んでるみたいな、アメーバイザー死んでるみたいな、殺人事件、殺人事件、それからレーダー卿が逃亡するとかいなくなってるんですよ、沼津の夜みたいな、いやそれは頑張ってきた、あ、沼津の夜か、あ、そっか、沼津の静岡市の夜は来たんだ、沼津の夜は逃亡したんだ、そうそうそう、沼津の夜、沼津沼津であれ、沼津なんだっけ、沼津の夜、そこ広げちゃう、沼津ね、沼津ナイトだよ、沼津ナイト、それとどうやってんだよそんなの、沼津か、ということで、はい、そう見た目、はい、いろいろキャラ考慮してヒロミパトラしかいねえなと、そうそうそう、これはもうすげえのがいたのよ、く考えたんだよね俺、確かにね、ヒロミパトラが入ってきた後に起きうる事件というか、どういう雰囲気にバンドはなっていくのか、なるほど、そしたらねマイナスになることが一つもなかったんだよ俺の、俺のイマジネーションによると、なるほど、うん、考えた、まあ、まあ考えるけど、うん、うん、マイナスになることをね、確かにね、なかったよ、ないね、人気もあったしな、そうだね、まあ、もともとヒロミバトルさん一番サポートでやってもらってくれてたんじゃないかなって、まあうん、店の中では一番長いよ ね、なんか初めてやったのだって2015年とかじゃなかったっけ、うん、4年、そうそう、そのぐらい、5年、うん、5年ぐらいだった、なんかファンの皆様もよく知ってくれていたし、うん、なんかファンの女の子たちもパトラ姉さんみたいな受け方もできるし、ね、うん、確かに女性のファンの人はやっぱり話しやすいよね、そうそうそう、女の人の、あとおじさんはエッチな目で見れるじゃんそうダンプに足りねえ部分はそこだったんだよ、あ、でもおじさんファンいっぱいね、そうそうそう、おじさんたちのエッチな欲望を今度はそこも叶えられる、すごいよ、無敵だ、無敵だよ、上メタル界隈にも片足踏み突っ込んでるわけですよ、なるほどね、うん、最近本当にその上メタルの界隈を知らなすぎてちょっと見てるの動画、うん、上メタル界隈、うんうん、みんな可愛いよね、可愛い、なんなの、なんなのって思ってちょっとイラッとしてる、あんま言えないけどイラッとしてるから、上メタル界隈は大体あの歌声も可愛いんだけど、うん、こちとらはおじさんの、うん、太ったおじさんなんだよね、あ、歌声は、歌声はだけどベースが上メタルっていう、うん、あー、そういうこと、本当どこでも戦えるんだよね今度上メタル界隈行っても、うん、今まで上メタル界隈のさ、うん、女ボーカルだけに混じって俺が歌ってるみたいなイベントもあったじゃん、うんうん、その時のお客様のさ、うん、男のお客様の視線見たことあるか、うん、どうだったの、すごいぜよ、ほんと養豚場の豚を見るような目でもうすごいぜ、そんな、そうだから上メタルのファンのおじ様たちの視線を俺たちは受け止められなかったわけですよ、うん、受け止める、うん、つらかったのね、ファーストミットがなかった、ファーストミット一塁手、ああなんでファーストの今度そのおじさまたちの視線は、うん、今度ベース下手側のファーストミットにズメて飛んでこい、うん、ズバンズバンファーストもう全部ドストライクで全部ドストライクで飛んでいくわけですよ、もう俺ももう一安心だよね、あで今までの女性のファンがサタンさんっていう目線はそのまま独り占め、そう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 、あ、そうか、そうウーメンファンはでも、うん、独り占めっていうわけにいかないよね。ハンサム枠がいるからよ。そうだね。ハンサムがね。ハンサムがね。やめろっつうの。じゃあみんなでハンサムの名前を呼んでみよう。うん、せーの。アメちゃん。もうこれからどんどんさ、年取っていくわけよ。うん、でやっぱ年取ってかっこいいタイプになっていきたいんだけどさ、うん、やっぱ童顔なんだよね、俺。ああ。だから。なかなか理想の感じにはなんなそうなんだよね。誰が理想なの？ジローラモとか。中村徹さんとかさ。ああ。いやでもさ、いやでもどうだろうな。ジローラモはかっこいいけど外人だからちょっと慣れないかな。むしろじゃあその童顔の人で、うん、そうそう。年老いた人って誰だ？
そう、それでまだ宮川三平太だっけな、なんだっけ、一郎太さん、一郎太、ああいう感じ、柴田恭兵、ああ柴田、でも童顔なのかな、童顔かな、あれは、あの人はもう、あそう、中村徹は、中村徹はちょっといい感じにさ渋くなって、そっか、そうだね、徹も若い頃も結構シュッとしてたよね。そうだね、やっぱみんな背あると童顔じゃないよね、童顔の人といえばあれじゃないの、あの飛びます、飛びますの、なんだっけ、坂上二郎、坂上二郎さん、ちょっと、まあちょっと童顔じゃない、童顔じゃない、童顔じゃない、あと金ちゃんとか童顔じゃない、あまあそうね、もうちょい40、50代ぐらいの人でさ、サンプルっていうか見本になる人は、堀内健、ああネプチューンのね、あ堀内高を想像しちゃって、俺もそっちね、同感じゃないじゃん、でもさすごい贅沢じゃない、悩みとして、そだからこのまま逆に言ったら保つ方で考えた方がいいって感じ、ハンサムっていうのはもう無理なんじゃないの、いや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 、ハンサムに生まれたくせにさ、うん、理想のハンサムになれないって嘆いてるその感じ、すごい贅沢だよ、そうだよ、贅沢、もうハンサムハンサム言われてるくせに俺は違う理想のハンサム目指したいんですって、うん、それ贅沢ですよ、じゃあハンサムでいきます自ら名乗る、この前さ、うん、あのちょっとずれちゃうけど、うん、YouTube でね、うん、メンタリストの大吾さんがね、はいはいはい、イケメンっているでしょ、うん、イケメンはすごい人気あるけど、うん、イケメンと同じぐらい女性から魅力をあるように見られる風にできるってんだよね、うん、あることを鍛えると、うん、だ外見、誰でも、そうそう、外見じゃなくて、うん、誰でもっつって、でそれが何かっていうと、うん、想像力なんだってとか、うん、発想力っていうのかな、うん、だからそれでも誰でも無理じゃん、え誰でもその今から発想力を身につけるっていうのは無理じゃん、はあ、で、あ、サタン鈴木そうじゃねえ、そうだね、私も今思った、うん、すげえモテるじゃん、ちょっとデブなのにねえ、いやじゃあ、まあ、ちょっとデブだけど、うん、でも、まあ、顔は好みあるというか、発想力想像力の前に、うん、まあ、でもそれ以前にハンサムがあるからね、うん、俺にはそっちは無敵じゃん、もう、え、でもサタン君、うん、サタン君って言っちゃった、うん、創水はさ、こうさ、なんだろう、私最初にさツイートしたの覚えてる、ツイート、うん、私ヘルランプを初めて見たのが、うん、筑波のパークダイナーで、うん、一番最初に聞いて覚えてるのがドラキュラナイトなんだけど、うん、あれを見た後に後日別の日にね、うん、そのヘルランプの人の素顔を初めて見た時があったの、うん、でその時にサタン君が素顔だったの。その時に私ね、うん、ヘルダンプのボーカルの人、意外とかっこいいんだけど、みたいな素顔があって書いたの。マジマジマジ、それは覚えてんの。うん、しかも、いいねされた。マジさすが、五等分。やっぱね、五等分。五等分エゴサーチャーだからね。もう、やっぱり抜かりないし。槍を射抜く人をさ、アーチャーって言うじゃん。うんうん、俺、エゴサーチを射抜く俺はエゴサーチャーだよな。なんか何を言う自分で俺を見るねどうどう、まあそのヒロミバトラーさんに関しては、うん、俺も初めて会ったのパークダイナーで、うん、最初ね、うん、もうちょっとね、もう性的興奮を覚えたんだもん、あそうだね、ディズニーランド一緒に行きたいっつって、ディズニーランド行きたいなーってあの筑波パークダイナーの名物 DJ の、うん、もうこの話はもうね、なんだかんだ2014、5年だよね、うん、2013年とかかな、13年とかだと思うよ、そうだよ、もう7、8年前の話ですよ、うん、そうだね、その時 パークダイナーに遊びに行った俺がなんかすごいヒラヒラのロングスタートのね、うん、なんかドラクエいうとこの水の羽衣みたいな、うん、すげえヒラヒラの服を着たお姉さんがいたんだよ、まあ、それが後のヒロミパトラだったんだけど、そうだね、うん、そっか、俺結構ね、こういうこと言うの失礼かもしれないんだけど、うん、結構顎を好きなんですよ、顎あフェッチョ、そう、顎が結構突出してる女性が好みで、なるほど、しゃくれてるというか、うん、そうそう、見た目が、そうか、顎がシュッとしてるね、結構目元も結構シュッと、なんかきつく見えたんだよな、うん、あの時は、うんうん、あきつい目元が好きなのね、そう、きつい目元と顎のシュッとしてる女性が好きでね、で割と痩せててスラッとしててさ、うん、あスレンダー、うん、スレンダーで、うんうん、ああいいかもと思って、全部当てはまる、ちょっとそうそう、性的興奮をすごい覚えたんですよ、うんうん、いいなって、うん、まあ、それが今や一緒にバンドやってると、そうだね、まあ、まさか夢にも思わないよな、じゃあでもあの時に私本当に聞きたかったのが、うん、なんか後でその話を他の人から聞いた時にね、うん、あ俺が性的興奮を覚えてるって、そうそう覚えてるっていう話を他の人から聞いた時になんかその
なんか、ひろみちゃんみたいな蛇骨が多すぎみたいだよって言われたの。ね、蛇骨って、ね、ごめん、ほんと蛇骨って何って感じしな。ヘビの頭、ヘビの骨でしょ。ヘビの骨。なんか、まあ、その、俺の好みの話をパークダイナーの店長の岡野さんと喋ってて、俺はこれこれこういう、顎、釣り目、なんか、頬張った頬骨、頬骨の北斗の毛みたいな感じとか言ってたら、お前それは蛇骨系だなって岡野さんが言ってた。そういう系統があるんだ。いや、ごめん。違う、私それ言われた後に、マジググったの蛇骨って出てこい気やしないからそんな言葉ないんだ岡野さんオリジナルもうかなんかもうでもなんとなくなんとなく想像はつくじゃんその蛇骨がさ、まあそうだね、でロミヒーさんさ今すごい、うん、ビデオ撮った後に今これと収録してて、うんうんうん、メイク落としたじゃない、うん、ちょっとヘビに似てねちょっと目元のクリクリした感じとかさあ類のちょっと爬虫類だよね、うん、どっちかというと、まあうんうん、そうだね言われるでしょ爬虫類ヘビとか言われたよ。ちょっとヘビっぽいよね。でパイソンもちょっとそっち。ああ、そうだ、ね。じゃあやっぱり、俺が言ったことあるんだよ。え、じゃあさ。ちょっと似てんのかも。え、違う、ちょっと待って。それって言ったらさ、パイソンさんが女装したらさ、サタン君の好みになるってこと伊沢さんにもう何回も言ったことある。あれ、奴が女装したらもう絶対俺好みなんだよねっていう。富永愛みたいだね。ああ、はい、そうだね。確かに。それずっと言ってたんだよ。可愛いなと思ったことはないけど、うん、でも好みの系統はあの人だよね。そっかそっか。だから恋をしていたのかもしれない俺は。パイソンに。パイソンさんにね。逆にの意味わかんないけど。逆にね。そう、ヒロミパトラさんがそのヘビみたい、ヘビ顔だね、爬虫類。そうだね。そうするとベーダ系はなんだ？あ、系統。俺魚。系統。リスとかね。あ、魚ね。魚か。魚だね。魚か。あ、魚でも目もっとギョロギョロしてない、ね、なんかリス、小動物かな。魚、なんか口元は魚なんだけど、目はそんな魚じゃねえんだよな。そう。もうなんだかわかんねえよ。イカとかじゃない？イカって。え、で、サタン君は？あ、まずアメちゃん。アメちゃんは？アメちゃんはハンサムだしな。うん、そうだね。猫ではねえな。猫じゃないね。なんだろうな。お母さんなんだろうな。サル？まあ野球でいうところのホームベースじゃん。それは顔の形だ。ベース顔だよね。ね、うん、ホームベースだ。うん、ああだから見たことあったんだ。どっかで見たさ。ファーストミットがさ。だからそこに誘導されたんだ。キャッチャーミット。キャッチャーミット。そこで誘導されてファーストミットが出たんだ。じゃあ俺はモンゴル。もう系統は NG ワードだよ。モンゴルやっぱり。モンゴルに似てる人は。でもモンゴルの人は。うんある一定層からはめちゃめちゃモテる顔だと思うよ私は。え、俺モンゴル確定なの？あ、もうそれは確定で確定で今話しちゃった。でもなんかツイッターでサタンの画像上げた時に、うん、モンゴル人の相撲さんお相撲さんに似てるって誰かが。マジで？へー全然嬉しくねえな。じゃあ俺はモンゴルということ。そうか。なんで動物の例えして欲しかったんだけど動物で例えてくれよちょっと。ゴリラかな。え、でも猿顔って言われたことないよ俺。猿系の顔はそこ否定するシステムじゃあなんだだって原西とかが猿系の顔でしょあれ。俺猿系とは言われたことないね、まあ、確かに猿系ではないけど、うん、イメージがそのそういうことじゃそういうことじゃないんだ顔だよ顔そういうことじゃないんだよ顔か象多分なんかね言われたいのがもう決まってるんだ何言われたいのが決まってるの何なんて言われたいのか猛牛猛牛猛牛あそうかも猛牛ね猛牛って言われた猛牛って言われた満足突進力とかそうだね荒ぶる猛牛だね荒ぶる猛牛はポセイドン撃っちゃう俺じゃねえ確かにそういう話を戻してはいそんで一緒にバイトをやってたアメーバイザーと俺が、うん、俺から誘ったんだよね。ああ一緒にバンドやろう。結成の話だった。その話だいぶ遡っちゃった。駐車場の白線の上で、え？何？腕がね。ということで、またヒロミパトラさんのいろいろ知りたいというか、今何分ぐらいこれ？もうすぐ30分かな。30分。というわけでね。はい、まだまだヒロミバトラーについては謎が多 い, いやもう後半全然私の話ではなかった話進んでないよピラミッドの謎と同じぐらいヒロミバトラーに対しては謎が多いから深いね深いよ深いね、うん、ディープバトラーだよディープバトラー俺がディープ慈悲なように彼女もまたディープバトラーなわけだね、はい、というわけでじゃあ今週はこの辺でじゃあ、まあはい、おさよならということで、はい、みんな楽しんでくれたかな、はいはいはいうん、楽しかったねで来週もねまた引き続きでこの感じで、はい、皆さんのね、はいお耳にお届けしたいなと思ってますんで、ね、ぜひまた来週もお楽しみに聞いてくださいね。はい、はい、ではサタン総帥万歳万歳万歳 See you again! よーし